生成 AI 戦国時代みたいな感じ。 GPU なしにはもうこの生成 AI の世界は多分勝てないと思う。まあ、この生成 AI に関連して知っておきたい動き、それがですね、魚 AI っていう会社です。はい、来ました。今回のテーマは生成 AI です。もうこの開発競争が激しくなってますよっていう話ですね。はい、有名な名前で皆さんご存知だと思いますけど、チャット GPT っていう生成 AI があります。これはアメリカの新興企業のオープン AI が2022年の11月ですが、公開した対話型の AI なんですよね。これが注目を集めたのがきっかけになって、前回の配信でやりましたけれども、アメリカの巨大な IT 企業がもうこぞって参戦し始めて、でものすごい競争になってます。はい、でこの生成 AI がその発展していくとですね、こうデマの拡散につながるとかですね、著作権をこう侵害するとかですね、そういう懸念も高まってるんですけど、かといってこの進化に向けた動きをもう止めることは多分できないと思います。はい、でこのじゃあチャット GPT 今どのぐらいの進化になってるのかというとですね、最新版は音声でもですね自然な会話ができるレベルになっています。はい、でマイクロソフトはオープン AI に出資していてですね、チャット GPT の技術を使ったコパイロットっていう AI をOS の Windows だとか業務支援ソフトに導入しています。で、Open AI のこう最大のライバルって言われているのが Google です。 Google はジェミニっていう風な名前の生成 AI を検索サービスに使い始めています。はい、で、メタ、昔 Facebook っていう名前だった会社ですけども、メタは Llama っていう AI を、自由に改変できるオープンソースを売りにして、進めています。でアップルはですね、これ、これも配信の中でやりましたけれども、iPhone に搭載する Apple Intelligence っていうのを発表しました。はい、もうだからチャット GPT が出てから2年ぐらいで、そうですね、生成 AI 戦国時代みたいな感じ。そうですね、そうなりましたね。はい、結構最初の方はこう人が働かなくてもよくなる未来がこう堅実になるんじゃないかぐらいの期待感があったけど、はいはい、なんかちょっとまだ今そこまで行ってなくて、混乱にする中でもう一つこうブレイクスルーが欲しいみたいな感じですよね。ですね、でも生成 AI が勝手に行動し始めるとちょっとそれは怖いので、あくまでも人間がコントロールできるレベルのものでないといけないと思うんですけど、もうただこの進化もう止められそうにもないので、じゃあこれどんなことが起きてってるのかと、その生成 AI そのものの進化だけでもなくて、前回の配信の回で出てきた社名ですけれども、アメリカの NVIDIA っていう会社があります。半導体の大手企業です。はい、でこれは GPU って呼ばれる画像処理用の半導体を扱ってるんですけど、この GPU がもう争奪戦になってます。でこの GPU なしにはもうこの生成 AI の世界は多分勝てないと思うんですよね。はい、でなのでこの NVIDIA の株価がもう急騰していて、時価総額ランキングではもうアップルだとかマイクロソフトとも競うような存在になってます。でもうここ最近のアメリカのニューヨーク株式市場のこう、株価の上昇盛り上がりはこの半導体がすごく注目されていることがかなり大きいんですけど、はい、なのでこの NVIDIA の業績がこけちゃったら、もう株式市場そのものがこけるかもしれないぐらい今影響力があります。であとですね、生成 AI に使 こうデータセンター、これも注目をされてます。はい、でやっぱりその生成 AI そのものは大量に電力を使うので、じゃあその電力をどういうふうに調達するのかが、今巨大な IT 企業の関心事なんですよね。で実際じゃあどんなことが起きてるのか、これかなり驚くんですけど、 Google だとか Microsoft、それがですね、原子力発電に熱視線を送っていると。原発ですね、はい、日本の中でその原発に熱視線を送るってちょっと考えづらいですけど、アメリカの企業は、どうやって電力を調達するかを考えた時に原発に目を向け始めています。でこれなぜかっていうとですね、こういったその巨大な IT 企業は気候変動対策に、かなり野心的な目標を掲げています。で具体的にはですね、こう石炭だとかガス、天然ガスみたいな化石燃料に由来する電力、それを使うのはちょっと回避したいっていうまず思いがあります。で一方でじゃあ風力とか太陽光発電みたいなその自然エネルギー、再生可能エネルギーで電力を調達するのもちょっと心もとないと。なので、少し消去法的な考え方かもしれないけれども、原発に対して注目していると。
あれですよね、テスラはその温室効果ガスを、まあ、電気自動車が出さないという側で、はい、あの排出量取引で結構利益出してる部分があって、はいねはい、まあ、こういうあの Google だ Apple だみたいな企業はあの排出側になってるからそれを減らしたい、はい、そうですね、そうですね、うん、で実際その動きとして注目されたのはですね、アメリカの東部、ペンシルベニア州にですね、スリーマイル島原発っていうのがあって、聞いたことある、はい、これ以前深刻な事故が起きたことで知られています。うん、で、この、スリーマイル島原発を、まあ、現地の電力会社が再稼働させて、はい、で、その電力をマイクロソフトに20年間供給するっていう計画を発表しました。20年間ですか、はい、そんな長く。だからマイクロソフトは原発に由来する電力にかなり依存しようとしてる、まあ、必要としてる、そういうことですね、はいはい、なるほど。これちょっと日本だと考えづらい動きですよね。ちょっとね、あの日やっぱ東日本大震災あったっていうのは、福島第一原発事故ありましたからね、はい、やっぱその意識があるので、この原発に依存する、まあ、もしくはそれをそう有力な選択肢とするってなかなか難しいと思うんですけど、アメリカでは、こう大きな巨大な IT 企業はそういう意識に今なってるということですね。で、国内の動きで、まあ、この生成 AI に関連して知っておきたい動き、それがですね、魚 AI っていう会社です。はい、来ました。これ2023年に設立されていて、東京にあるスタートアップ企業なんですよね、はい、で、魚 AI っていうのはですね、あの Google の出身で、こう生成 AI の爆発的な普及につながった言語処理モデルの論文執筆者の一人として知られているライオン・ジョーンズさんっていう方と、はい、Google の日本部門の統括として AI 開発を率いていたデイビッド・ハさんで、あと外務省出身の伊藤蓮さん、この3人が立ち上げた会社です、はい、で、社名がちょっと珍しいので、まあ、一度聞いたらちょっと忘れないような名前ですけど、うん、この社名はですね、小さな魚がこう群れを形成して優れた判断を行っていくっていう自然界の法則に着想を得たと言われています。もうなんかすごすぎてよくわからない。そうですね、賢すぎてちょっとついていけないレベルですけどそうそうそう、そういうことに着想を得たと言われています、はい、で、この魚 AI 具体的に何をやってるのかっていうと、小規模な生成 AI をこう組み合わせてですね、で、高い性能を実現する AI の開発を進めています。はい、で、電力の消費だとかコストを抑えられるっていうふうに言われていて、あの日本の企業もかなり注目していてですね、あの今年の9月には三菱 UFJ フィナンシャルグループはじめ、その3メガバンクグループですね、とあと野村ホールディングスだとか NEC、まあ、そういった企業がですね、合わせて100億円程度を出資しました。あれですよね、 NVIDIA も出資してますよね。そうですね、なので非常にこう将来が注目されている会社が実は東京にあるっていうことですね。だいたいこうシリコンバレー発の会社がいっぱいありますけど、この東京にあるっていうのはちょっと嬉しいですよね。そうですね、あったし、前回デジタル赤字の話した後に、はい、日本のから出てる企業がこう変え、何か今の状況を変えようとして頑張ってるみたいなのがやっぱり、ね、そうですね、いい動きですね、はいはい、今回その NVIDIA の話もしましたけど、 NVIDIA の決算11月20日の現地時間だから、はいはいはい、あの皆さんこう聞いてくださってる方結構そわそわドキドキしていらっしゃる方いっぱいいると思うんですけど、そうですね、ちょっとそう、まあ、株式市場もやっぱりトランプ大統領が誕生することになってどう向かうのかもわからないし、そうそうそう、ここはなかなか難しいですよね。単純なその企業業績だけではもう測れなくなると思うので、うん、結構言われるのは株高になるとかっていうんですけど、基本的には、はい、あのまあ、いわゆる大企業をその優先するような発想をしているので、うん、まあ、減税だとかそういうことを考えてるから、株式市場に対してはフォローの風が吹くんですよね、うん、だけど今ちょっと足元気持ち悪いのはアメリカの長期金利が結構上昇しているので、はいはい、まあ、金利が上昇するってことは、まあ、資金調達がしづらくなる、うん、その分かりやすいところで言うと、例えば住宅ローンの金利が上がるから、はい、まあ、住宅を買う人が減ってしまうとか、うん、そういうことが考えられるんで、金利が上昇するとまあ景気が下降する方に動くから、うん、株式市場ももしかすると、まあ、今のような感じでこうどんどん値上がりするってことにはならないかもしれない、うん、ここちょっとだからトランプ政権が目指している政策と実際のその金利の動きがちょっと違ってるんですよね、うん、ここはなかなか判断しづらいところだと思います、うん、就任が来年の1月だったと思うので、1月ですね、まあ、そこからだからどうなっていくかそうですね、まあ、どんなこれからどんな政策を出してくるのかっていうのは多分結構大きいですよね。はい、はい、分かりました。